はい、本日ですね、こちらノースフェイスのサコッシュたちをご紹介していきたいなというふうに思います。今回ね、4点ご紹介するんですけども、何点かは日本で発売されてないモデルもね、なんか知らんけど買ってしまっておりましたんで、まあ、その辺をご紹介しようと思うんですが、ちょうどね、これからちょっと今年はコロナも落ち着いたし、花火大会もあるし、そうやな、ちょっと旅行でも行くかっていう方もね、多いと思うんですよ。で、そういった時にね、以前こうやって紹介したあのスイープとかね、オリオンとか、まあ、この辺に関してはちょっと以前紹介してるので、ここの上のボタンポチって押してね、それ見てください。今回はもうちょっと薄いタイプの身軽なバッグをね、購入しましたんで紹介していこうと思います。まずは着用していきますよ。着用というかつけていきます。こちらですね、ノースフェイスの、これは国内言ってます、ミュゼットバッグという、よく女子が持ってて、なんか僕の嫁も一回買ってたんやけども、これどこに行ったかわからんからもう一回買っときましたけども、まあ大きさ的にはこれぐらい、まあ一般的にはこんな感じで斜めにかけるのがよく見るかなと思うんですけども、これがまずミュゼットバッグ、日本で売ってるバッグですね。で、次のバッグっていうのがですね、僕これ知らんかったんですけど、こちらのバッグですね、これ知ってます？これはね、一応日本で売ってるタイプの、このクッションのあるタイプで、裏側にもクッションがあって、こちらがですね、ジオフェイスポーチというね、名前になっているようです。紐が薄いよね、めちゃくちゃ薄い紐になってるんですけど、これをかけてみるとですね、まあこんな感じですね。いかにもサコッシュっぽい感じやけども、女子が好きなんかな、わからんけど、これはね、一応あの日本でも売ってました。で、この持ち手があるのでね、なんかこんな感じでも持てるらしいんですよ。やけど、まあ男の人こうやって持つ人あんま少ないかもしれないですけどね。これがジオフェイスポーチね。そして次がですね、これは国内で売ってないバッグ、サコッシュらしいんですけど、この名前がですね、シンプルライトスリングクロスバッグという名前らしいんですが、見たらわかるでしょ、ほんまに買ったばっかりなんやなと。こういった紐についてるやつもまだ切ってませんのでね、まあ、これの辺を切っていってつけてみると、まあ、こんな感じなんですかね。薄い感じで、まあ、こうやって前にもできるし、こうやってね、横にかけたりすることもできるというような感じで、僕あんま似合ってへんの、全然似合ってへんやないかい。これはしかも海外って言うと、もどこの海外か僕知りません。楽天であったからポチっただけでございますが、これがね、ライトスリングクロスバッグというバッグになっております。で、次紹介するのも、これも日本では売ってないバッグらしいんですけど、これの名前めちゃくちゃ覚えやすいですから、なんていうお名前かというとですね、シンプルミニバッグ、そのままやないかい、めちゃくちゃそのままやないかいということで、確かに見た感じシンプルですよね。あ、シンプルな作りになってるね。しかもちっちゃいですよね。そう、覚え方はそのままということで、シンプルミニバッグということなんですが、これもね、開けていきたいなと思いますが、これ着付けていくとですね、このような感じですね。これはこれでいい感じですよね。なんかちょっとフェスとか行く感じ、ちょっとお祭り感のね、ある感じかなと思うんですけど、まあ、名前はもうこれで覚えてますよね。シンプルミニバッグという、僕よく名前忘れるんやけども、これはさすがに覚えますけども、これホワイトレーベルやから、おそらく韓国のやつですね。これはね、初めて僕ホワイトレーベルのノースフェイス買ったんですけども、ここにね、あのホワイトレーベルと書いております。で、これがあの韓国のやつはホワイトレーベルって書いてるんですけど、まあこういったのが着用した感じになってます。では次はね、荷物がどれぐらい入るんかということなんですが、まあ見た感じ通り大きい順からいきましょうか。まず大きいのって言うと、このミュゼットバッグということで、これはね、持ってはる方多いと思うし、あのこれ今見ていただいてるね、あの皿洗いしながら見てくれてる旦那さんいてるでしょ。まあもしくはソファーでゴロゴロしながらこうやって見てくれてるじゃないですか。で、その奥さんはね、大体これ持ってはる方多いと思うんですけど、まあ普通にパッて見てもらったら、もちろん長財布なんかはすっぽり入りますし、それ以外にもね、スマホとかはこの中に入れる収納のとこがあるんですよ。こういったところにポンってスマホ入れといてあげて、これは中に入ってるんですけどね、まあ、こんな感じで中にもこうポケットが2つぐらいあるんかな。なのでもう片方の方にはこういった鍵とかを入れてあげれば、こんな感じで持てますよっていうことなんですが、なんかレビューでね、 A4 の紙も入りますよなんて言っててね、ほんまかいなと思ったんですけど、さっき入れてみました。これどうなんのか、入るんか。じゃじゃん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 ということで、ギリギリ入るという感じなんですよ。で、ギリギリこんな感じで入るんですよ。サイズ的にはほんまに A4 がぴったり、だからタブレットも入るんかな、ちょっとわからないですけども、そこそこのサイズ入りますよねっていうのがね、ミゼットバッグということになっております。あの価格はね、もうちょい後でいきますので、ちょっと楽しみにしてくださいということ で、次がですね、こちらのワッフルみたいなバッグね。このワッフルみたいなバッグっていうのが、表の方にこんななんか隙間のポケットがあって、これ次にメインのジップ、これ開けるでしょ。で、この開けたとこには、まあ、多少なんかいろいろ物入れるのかな。で、内側というか体当たる方にはメッシュの、ジップ付きのやつがあるから、まあ、この辺もちょっと入れたりできるし、で、背面の方は特に何もないですけども、まずじゃあ入れてみましょうか。もうさすがにここまで来たら A4 サイズは入りませんよね。全然入らないということで、これ縦型にしても横型にしても何にも入らない。そもそもこんなもんサコッシュ持つ人で A4 のファイルなんか持つやつおらんやろってことでね、すいません。じゃあ次は長財布いきたいなと思います。長財布ちょっと厳しいなこれ。あ、
ちょい厳しいですね。長財布は無理したら入るけども、結構パツパツやねというような感じなんで、入れようと思ったら入れれるとは思いますが、こういったちょっと太めの長財布は入りません。まあなのでちょっと小さめの財布とかやったら楽勝でポーンって入れてもらって、鍵なんかもねポーンと入ります。そしてですね、こういう風に背負った状態でこの前のドラえもんポケットみたいなところにスマホとかをこうやってポンって入れてあげればね、あのクッションもあるから誰かとこうやってバーってぶつかったりとか、あとスーパータマでのね1円セールのところでおばちゃんとぶつかったりとかしても、しっかりここにはクッションがありますので、安心してスマホなんかを入れれるということですよね。でも多分これはねクッション性を大事にしてるというよりかは多分デザインでね作ってるのかなとは思うんですけども、そんな感じだって、紐薄いもん、めちゃくちゃ紐薄い、なのであんまり荷物入れるとこう固く食い込んできます。なので今の財布、キーケース、スマホでちょうどいいです。これでやると肩グッて食い込んでくるんで痛いんで、重さ的にもちょうどこれぐらいやったらねジャストかなっていうようなサイズ感です。あとはもしくはねこうやって持ってもらってもいいんやけども、こうやって持ってね、あのこれはこれでまたこんな男子持ち方してる人いてないじゃないですか。だからそれはそれで困るななんていうことでね、どうですか皆さん、これいい感じでうまいことできてますか。ちょっとわかりませんけど、こんな遊びもしてみましたんですけども、じゃあ次はですね、日本未発売のやつ、これはどこのか忘れましたけども、こちらのねバッグを見ていきたいなと思います。これも結構人気あるみたいで、まず表のとこにこのポチンってボタン付きのね、こういうのがあってですね、そして次にメインのとこ開けていくと、これはガボッと入れるタイプですね。特に中に何にもありません。あのジップとかもポケットも何もないし、ガボッと。そしてもう一個上にガボッと、これも大きいのがあって、ここも特に何もありません。ガボッと入れるだけっていう3つのねポケットがあります。ただこれに関しては唯一リップストップナイロン使ってるんで一番丈夫かもしれません。こうやって格子状にあるのがねリップストップナイロンって言って、リップっていうのがね避けるとかっていう意味なんですけど、リップ避けるのをストップするとか止めるっていうのがね、こうやって十字が格子状になってるんですけど、リップストップ避けるのを止めるナイロンが使われてるということで、これもでも紐が細いからあんまり荷物は入らへんと思うし、この縦長で作られてる以上入れるもんってやっぱ財布とか鍵とかキーケースとかそのあたりしかないじゃないですか。なのでまあ順当に行くと、この表のとこにスマホ入れて、ほんでメインとこに財布とかあとはキーケースとか入れるんですけど、これも同様に長財布入りません。長財布がギリギリ入るか入らへんかっていう際どいラインなんで、出し入れはちょっと大変だと思います。入ったとしてもこう出し入れそんな大変っていうような感じの大きさになってるし、入れれば入れるほどこのスタイリッシュさがなくなるんですよね。横にこうボコボコしてくるので、まあこれはあんまり入れるようなね感じじゃないと思うし、なんといってもこの持ち手がないのでパントマイムがしにくい。こうやってこの動く時のこのパントマイムがしにくいというところもねデメリットであるんかなっていうところは特徴かなと思います。ただまあこの4つの中で一番頑丈なはね、頑丈でそのリップストップナイロン使ってるので、アウトドアの時なんかいいかもしれないですよね。ちょっとこう木とかに引っかかったりとか、なんか工具にガンって引っかかったりしても、まあ、破れづらいかなと思う。そして次がですね、この名前何でしたかっていうの皆さん覚えてますか。シンプルな見た目で小さい、まあ、ポーチみたいなやつ、そうシンプルミニポーチということで、僕もこれもう覚えてきましたけども、この韓国のホワイトレーベルのやつはですね、スマホをこの中に入れるのが、まずスマホポンって入れちゃって、そしてここで今電話がかかってきてるんですけど、ちょっと無視しましょう。撮影中電話してくるのこれ嫁蔵しかいておりません。でここに、キーケースとかポーンって入れるぐらいでもう満パンです。もうパンパンになって、あ電話鳴ってますけど、これ無視してくださいね。こんな感じになってるので、まあ一番いいのが最初言ったみたいにフェスとかですよね。スマホ入れて、あとはロッカーの鍵とかあるじゃないですか。そんなままパーンって入るとか、あとチケット、ドリンクチケットとかあるんで、そんなままバーンって入ったりとかして、もうこれで上全身裸でね、これだけポーチかけるっていうのもね男性やったらいいやろうし、女子とかやったらこれブラック以外にもね紫とかグリーンとかもあったんですよ。それはそれで可愛いかなと思うので、それがね入る容量ということになっております。まあ残念ながらこれも、紐は細いので、まあそもそも容量が入らんちゃ入らへんからね、いっぱいは入れないと思うんですけど、あんまり重いもの入れると肩がちょっと痛いかなと思います。でですね、次特徴いきたいなと思うんですけど、これはミュゼットバッグに関してはもう洗えます。もうコットンやからもう関係なしにこれくしゃくしゃにして洗濯機にバチに掘り込んでも全然問題ないです。で何やったら使えば使うだけこのノースフェイスの文字が薄くなってきて、こうヴィンテージ感の出るというかね、ちょっとあの古着っぽさが出てくる、いい感じの味が出てくるかなと思うし、次のこのパントマイムバッグに関してはですね、まあ、クッション性があるので、今回紹介したバッグの中では一番持ってて持ちやすいバッグになるんじゃないかなと思います。当たっててもね全然痛くもないし、この物が入ってる感はないんですよ。ただ次のやつはねめちゃくちゃ物入ってる感があるんですよね。これなんていう名前だったかな、このクロスバッグの方はね、もう物が入ってるってこと当たるんですよ。それがこれにはないので、本当に持ってても
クッション性がいいかなっていうところがね、これはまあ特徴になってきて、次のこのクロスバッグはね、これ海外のやつじゃないですか、外せれるんですよね。なのでここのストラップの部分をパチンってこうやって外してあげれば、こんな感じで外してあげればポーチ的なね使い方もできるので、カバンとかリュックの中にポーンって掘り込んで旅行グッズとかアメニティとかこう入れといて使うというような使い方もできる。ちょっとまともなレビューしてますけどもね、そんな確かにって僕自分で言いながら思いましたけども、そういった感じの使い方もこれできますよねと。で、頑丈なので多少損傷そこらでは破れませんよということと、最後のシンプルミニバッグに関しても同様に、これはストラップが外せますので、これを外していただいて、このような形にして、例えばこれをバッグにカラビナでガチンってつけちゃうっていうのね、使い方もできるっていうことなんで、それとなんかエコって書いてます。やっぱ韓国はこんな早いね、こんなようやってますわ。緑のねタグでね、このエコって書いてて、リサイクルされた生地を採用されてますと。やっぱり同じノースフェイスでもね、日本とかアメリカとかヨーロッパとか韓国によってね、考え方とか取り組み方がちょっと違うからね、今年はちょっとホワイトレーベルのねダウンジャケットなんかも購入してみて紹介しても面白いかなと思うようなね形になっておりますよね、なんていう話で、最後値段いきます。このミュゼットバッグ、こちらがですね、お値段4000円のプラス税ということで4400円というお値段ですね。そして次がですね、このクッションバッグに関してはですね、7986円で僕は購入しました。もしかしたら正規の定価はもちろん高いかもしれないですけど、約8000円ぐらいと、少し値段はさっきより倍ぐらい上がります。そしてこのクロスバッグに関してはですね、これ結構人気みたいで、特にまた海外のやつやから定価っていうのはちょっとわからんかったんですけど、僕が購入したのはね5800円、だいたい6000円ぐらいで購入したんですけど、サイトによっては8000円とかで売られたりするので、多分人気なんやとは思います。そして最後ミニポーチの方がですね、この韓国のやつですね、これが5500円ということで、値段的に安いのは一番ミュゼットで、シンプルポーチの5500、そしてこのクロスバッグがだいたい6000円で、このクッションのやつが8000円ぐらいというね値段になっておりました。まあ、最後ね、僕が思う使い方としてはね、このミュゼットバッグは別にまあ誰でも使えるし、お子さんとかに持たせるのもね全然ありだと思うんですよ。お子さんからしたら結構大きいバッグやけど、大人からしたら全然大きくないので、まあ、お子さんに持たせるのも可愛いかなと思うし、このふかふかのやつはどっちかって女子用かな、あんま男子でこれ使うのっていうのがあんまイメージ分けんくて、これ使うんやったら普通のこういったねボディバッグでよくねって思うじゃないですか。これ紐とかもしっかりしてるしね、この薄い紐って肩痛なってくるしということで、まあ女子向けなんかなと思う反面、次のクロスバッグに関しては、まあ旅行とかでもね、ポーチとして使えるっていうのもあったりするし、街中とかでは結構シンプルな、これが一番多分見た目的にはねシンプルで、かっこいい感じになってるのかなと思うんですけど、そういった 2way 仕様でね使えるということで、最後このシングルポーチはね、そういったイベントとかでより身軽になりたい方とかはいいかもしれんし、それ以外にやったらこうガジェット持ってはる人とかやったら、こう電池のストックとかもね入れやなあかんから、まあ、そんなはねこんなのとこに入れて細かいもん入れとくっていうのもねありかなと思うんですけども、そのようなサコッシュのご紹介ということになっておりました。ということでね、まあ、この辺は多分おそらくこの夏に使うものになってくるかなと思いますので、皆さん夏を楽しんでくださいということで、今日の動画終わりたいなと思います。本日は購入したサコッシュ4点を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。